この間ユキコさんに会ったんだけどさ、とっても幸せそうな顔してたわよ。神戸に素敵なマイホーム建てたんですってね。直樹と同期の近藤さんは結婚記念日にはいつも夫婦で美味しいもの食べに行くんですって。直樹と同期の近藤さんは年に1回は必ず家族で海外旅行行くんですって。直樹と同期の近藤さん、分かった、分かりましたよ。見習いますよ、俺と同期の近藤さんを。すごいね、あいつは。